でも直されます。What's going on, 日本？リクエで。いやー、どうでしたか皆さん。今回ですね、諏訪市の下諏訪にある諏訪のねオルゴル博物館に行ってきました。オルゴールを作る体験も、していきました。そして諏訪市というところですね、長野のスイスと呼ばれています。水がきれいと、あと空気もきれいでですね、そのおかげでですね、精密機械を生産する企業たちがたくさんあります。ということでですね、皆さんもね、機会があれば、そして時期もよく見て一度足を運んでみてください。ということで、今日の紹介はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上、リケットでバイブ。